の木豚がここで、で砂の色、この辺のやつ全部もうちっちゃくなってるのそうなんですけど、出づらいと言われてます。ちょっと今雨降りちゃって黒くなってたんですよ。こういうのが下の方に降りていくと取れます。ちなみにこの石炭みたいに一番でかいやつは小笠原村の来賓の人がどうしても下に行きたいと言って取ってきて寄贈しちゃうんです。でどんどん上になって風化とかされるともうこう細かくなってしまう。でこれは火成岩です。まあ、海底で吹いてきたやつ、マグマとかあれが溶岩固まってできた。で日本ではここだけで、世界ではイタリアのシチリアとエトナ火山が、まあ、同じ溶岩成分で似たような見づらいしと言われるものができるそうです。何とんですか？いや、これなんだ、うずらいしってやつかな、なんかな。あ、こ乾いてる、下乾いてる、わかんねえね。もうこの辺全部そうですよ。あ、そうなんですか。基本的には海岸にいっぱいうずらいしあるっていうか、すごい気になる。で、風化して砕けちゃうんで、上にずっと上がってくるとだいぶ年月かかる。これ何ですかね。いや、この大きいやつとかは波打ち際に行けば行くほど、これなんだ、大きいものが見つかりやすい。白い物体なんだ。で、地下層の今ちょっと奥に見えます。まあ、大体往復すると20分ぐらい。